はい、今回は技術解説の方をやっていきたいと思います。今回お伝えしていく技術は裏面打法の基本ですね。今までツッツキ打ちであったり植え替えのドライブの解説をさせてもらったんですけど、ちょっと順序が逆になってくるんですけど、今回は裏面の基本の打ち方の覚え方について解説をしていきたいと思います。で、普段私自身は裏面に挙表を使用しているんですけど、多くの方に分かりやすく見ていただくためにも、今回はインナーフォース ZLC に、手なじ05を張ったラケットを使用して打っていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、裏面打法を覚える上で大事にしてもらえるポイントの一つ目としてはグリップです。親指と中指と、できるのであれば薬指にも意識は置いてもらった方がいいです。大事なのはボールに対してまっすぐの面を作ってもらうことなんで、あまりこう指が丸まりすぎたりとか指の腹で押さえてしまうと面がこうやって偏ってしまうんですよ。なので親指はもう大前提なんですけど、中指と薬指のちょっと指先にこう意識を置いてボールに対してまっすぐの面を作ってあげることを意識しましょう。でプラス裏面打法を振るときは人差し指の使い方ですね、普段ペンホルダーとかってこうやって持つことが多いと思うんですけど、裏面を振るときはこの第二関節部分ですね、第二関節部分で軽くこう添えてあげるような持ち方をしてもらった方が面が作りやすくなってきます。その中で親指をちょっとこう斜めに入れたりとかで工夫してもらったら面が出やすくなってくるので、持ち方の大事なポイントとしてはしっかり打ちたい方向にラケットの面を作ってあげるってことを大事にしてあげましょう。これが偏ってしまうと他の技術への移行がしにくくなってくるので、まずは面作り方ですね。2つ目のポイントとしては体の前でボールをインパクトして体の中心からちょっと体全体で振ってあげるということです。裏面打法といってもこうやって後ろから前にこうやって押すだけやったらその他の技術への移行が難しくなってくるので、体の中心から体全体を使ってラケットが回ってくるようなイメージですね。これを意識してあげましょう。ただラリーを続けるだけやったらそれこそ腕の押し引きだけでもいいんですけど、やっぱり基本な方からドライブであったり、それこそやっぱりフォアトバックの切り替えにつなげてあげたいんですね。そこまでを意識するのであれば基本な方からちゃんと体を使ってもらった方がいいです。でその中で脇を開けて肘を体の横に置くのか、逆に脇を軽く締めてしまうのか、これはどちらでもいいです。自分の中で体を使いやすい肘のポイントにあってそれが一番いいのであればその場所で全然 OK なので、この辺にもこうせなあかんとか締めなあかんって思いすぎない方がいいですね。自然な自分の力が入りやすいところに肘を置いてもらって体の中心から振ってもらうことが大事になってきます。3つ目のポイントとしては打球タイミングですね。基本の打ち方を覚える上ではあまり待ちすぎない方がいいです。タイミングは基本的に早い方がいいですね。相手の飛んでくるボールの力を変えながらタタンタタンタタンって自分の中でリズムを取ってもらうことです。慣れてきたらちょっとこう打点落として自分の力で発電してもしたらいいんですけど、まずは安定してボールを飛ばすというところを優先させていただきたいので、リズムをつかむ上でもタイミングがちょっと早めでタタンタタンタタンってリズムよくやってもらうことが必要になってきます。でその中で注意してもらえたポイントが、結局タイミング早く打とうとしすぎて台に近寄りすぎたりということですね。やっぱ台から近すぎると詰まってこうラケットが前にもなくなってくるので、自分の中でしっかり懐と空間を作ってあげてバックを打ってあげるというのが大事になります。確認作業はしてもらった方がいいですね。例えば台との距離が近すぎないか離れすぎてないか、でその中で腕がちゃんと前に出てるからですね。良くない打ち方をしている時って腕が前に出ないんですよ。前に出えへんってことは結局詰まってるとか、それこそ離れすぎてるからどちらかやと思うので、ちゃんと空間作って体使って腕が前に自然に出てるときが一番いい打ち方と思ってもらった方がいいです。では打ちながら解説をしていきたいと思います。2面の基本を覚える上ではまずは打球練習をした方がいいです。打球練習で、自分の打ちやすいところにボールを送ってもらってそこに合わせてちゃんとボールを送ってあげるということを意識したいと思います。まずはグリップですね。親指と中指、薬指、その中で人差し指の第二関節ぐらい、こういう持ち方をしてもらって、で、あとは体の中心から体が動いてくる。で、最後は打球タイミングですね。打球タイミングを早く仕上げてリズムよく打ってあげるということです。注意してもらいたいポイントとしては、ペンホルダーのショートって、右から左の動きなんですけど、この動きとはちょっと反対になってくるんで、そこがごっちゃにならないようにしたいですね。
最初はゆっくりゆっくり体の前でやってて、体を使いながらボールが遠かったらまっすぐ飛んでいくんやぞっていう形をしっかりつかみましょう。良くない例としては体の使い方が簡単になってこっちに行ってしまうことです。これすごい多いんですよ。ペンホルダーのショートと同じ動きをしてこうやって打ある方が結構いらっしゃるんで、こういうイメージですね。こうなってしまうとそれこそ狙ったところにも狙くなってくるんで、体が回ってくる方向は意識してあげましょう。リズムを掴んでいったらだんだんタイミングを速くしてタカンタカンタカンと打てるようにしてあげたいですね。で、必ずしもだん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 リズムを速くしてもらってラリーを続けるような感じでイメージファンでやってもらうことが大事です。で、その感覚をしっかり掴んできたら次はラリーをしましょう。まあ、ラリーするときもあまりこうバラバラに送ってもらうんじゃなくて、まあ、自分のある程度正面狙ってもらって安定してラリーを続けられるようにまずは練習していただきたいです。まあ、ほんまに基本練習ですね。ラリー上げていきます。
であとはバック裏面の技術を練習してるからといって裏面だけになるんじゃなくて裏面からフォアであったりとかの切り替えにつながってくるようにやっぱ意識は置いてもらった方がいいですね。まあ、普段のワンコツやってる時もここからフォアにしっかりつながってくるのかっていうのをしっかり確認しながらバックバックバックでバックのラリーやっててもいつフォアに送られてもちゃんと打てるぞっていう、まあ、準備をしっかりやりながら練習してもらうことでその練習の効率もすごい上がってくるかな。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。